お待たせしております。皆様明けましておめでとうございます。本日は東京国際フォーラム開館20周年記念事業 J カルチャーフェスト日本和心初詣にお越しいただきまして誠にありがとうございます。続いてのプログラムなんですが、十二人衣装をご覧いただきたいと思います。なんとこのステージのために創業300年を誇る京都の装束店株式会社井筒より十二人衣装50両をこの東京国際フォーラムに運んでまいりました。ここにお集まりの皆様はホール E にお越しの際、ロビーギャラリーにて牛車や十二人衣、そして源氏物語の世界を再現した神殿模型もご覧いただいているかと思いますが、これも京都の風俗博物館より運んできたものになります。もしよろしければまたお帰りの際ですね、今一度ごゆっくりとご覧ください。十二人衣のモデルには日本と世界の国々から50名が参加していただいております。国際色豊かな他に例を見ない特別な十二人衣装が間もなく始まります。さて50人の十二人衣装を前に、十二人衣とはどのように着るのか、その着装の様子を解説を交えて実際にご覧いただきたいと思います。私も本当に楽しみにしておりますので、これからごゆっくりお楽しみくださいね。それでは解説とこれからの進行は元宮内庁主席主伝長岡本和彦さんにお願いいたします。モデルは今回で50回を数えました2017年、東京着物の女王榊原のぞみさんです。着装は株式会社井筒企画スタッフの皆様でお送りいたします。それでは平安のみなびの世界をたっぷりとお楽しみください。明けましておめでとうございます。ただいまご紹介いただきました岡本と申します。本日は、宮廷装束の、中の十二人衣というものをね、着付けにつきまして皆さん方にご披露させていただきたいと思います。この十二人衣というのはあくまでも俗称でございます。正式には唐絹もと申しまして、まあ平安時代、平安の後期ですね、十二世紀頃には五つ絹というのが加わりまして、五つ絹、唐絹もと申します。これが正式名称ですね。また宮廷装束とは、天皇をはじめ、皇后皇族方々が、また貴族ですね、そういう方々がお気になった装束だと思ってください。この宮廷装束、現在でも皇室では、大事な儀式の折に、使用されております。また、天皇皇后両陛下も、儀式の折にはこの装束をお召しになるわけなんですね。それではね、これから十二人衣の着付け、皆さん方にご披露したいと思います。それでは始めていただきますのでどうぞ。本来なら正面向くわけなんですけど、ちょっと斜め向いております。ちょっと皆さん方見にくいのでちょっと横向かしてもらいました。大変失礼しますけどよろしくお願いいたします。はい、どうも。この十二人衣というのはね、なかなか一人で着れないわけなんですね。どうしてもこの二人で着せるわけなんですけど、この着付けとか着こなしの衣紋と呼んでおります。これをつける方を衣紋者と言いましてね、前をやる方は前の衣紋者、後ろをやる方は後ろの衣紋者と言います。
また今回ちょっと一人増えておりまして、もう一人は髪が長いのでこれの改造をしていただくために、スタッフ一人増やしております。また最初出てきた時見ていただきましたように袴、今の着物とね、少し違うところは長い袴を履いてるわけなんですね。まあ長袴と呼んでおります。またこの袴には色がございます。古希色と言いまして、紫色ですね。ちょうどこういう色です。こういう色を着ていますと、未婚の方、また日の色、明けですね、赤っぽい色を着ていますと既婚ということになっております。まあこれは大変諸説たくさんございまして、まあ28歳以下は古希とかね、それ以上は、日の袴とかね、いろいろあるわけなんですけど、現在皇室では第一子誕生までが古希袴とね、古希色ということになっております。最初につけました白い、もの、これを人絵と呼んでおります。まあ着物一枚一枚、まあ装束ですね、これ一枚一枚のことを内衣とか、また人絵、絹と言いますね。まあいろんな呼び方があるんですけど、まあここでは一応内衣と呼ばさせていただきますね。まあこの十二支というのはこの内衣を何枚も重ねて着るわけなんですね。まあ重ねの内衣と呼んでおります。今萌え色なんですけど、これは五つ絹と言いまして、それのうちの1枚目でございます。